手取り川の妖魔軍を打ち破ったことで投石者は確保された。これで閉ざされた扉を破壊すれば甲冑を救えるはずである。過去を変える戦いが今始まろうとしている。 手取り川から投石者が向かっているとの報があった。過去は変わった。今こそ甲冑殿を救い出すのだ。 死の道貫い。え？どこから？ が戻ってきて、投石者は北東より運ばれて、今しばらく時がかかります。よし、ならば今なすべきをなそう。 私もお手伝いいたします。我が武田騎馬隊よ、飲めよ。世の武者どもに引導を渡せ。 戻ってきちゃうなんて、俺の覚悟だ。台無しだよ。いらぬ覚悟だ。共に生き延びるのだからな。もう帰参上。一冊。上らせ客だ。
食い止めてる。宝珠殿が危ないよ。宝石者があれば助けられるはずだ。一人で死なせませんぞ。 これで皆を救うことができる。かぐや、お前のおかげだ。礼を言う。私はお手伝いを差し上げて。真に。 敵を滅殺します。 音に聞こえた武田の騎馬隊か。それを言うなら俺たちが音に聞こえた西洋の騎馬武者だよ。
到着いた。これで閉ざされた門を破壊できる。勝つあるおりぬか。これぐらいにしといてやる。門は固く閉ざされている。投石者で破壊せねば。馬防騎が討ち取った。
んと冴えておいでですな。よし、門が開いたな。行くぞ。勢いのまま敵陣を貫く。一段と冴えておいでですな。体力清盛。復活したって噂は聞いてたけど、前よりも力が強くなってるみたいだね。この法令で真の三国無双。おお、一段と冴えておいでですな。
首もらった。戦うしかないようだな。一冊無鋭楽園客前に貫くと戦わせては術が解ける。戻れ、雪村。申し分ない働き。
私が参る。避けられぬ定め。死の道を進むのみ。助けるつもりが助けられておっては世話ない。はいはい。じゃが助かった。これからはわしも共に戦おうぞ。さすが。